セントジェームズ郡はアメリカ合衆国ルイジアナ州の南部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は22,102人であり、2000年の21,216人から4.1%増加した。郡庁所在地は国勢調査指定地域のコンベントであり、同郡で人口最大の町はラッチャーである。 セント・ジェームズ軍は1807年3月31日にオーリンズ巡州で定められた最初の19軍の一つである。当初の軍庁所在地はミシシッピ川西岸のセント・ジェームズの町だったが、1869年に東岸にある現在のコンベントに移された。セント・ジェームズ軍はアケーディアナ海岸の一部である。1755年、 また1755年から1764年の間にアカディア人がこの地域に到着した可能性があるが最初に記録に残るものは1764年2月にニューオーリンズに到着した一団だったこの到着はフランス総督のダバギから本国の上司に送られた1764年4月6日付の手紙に記されたこの一団は ミシシッピ川沿い現在のセントジェームズに入った。セントジェームズ軍は世界で唯一ペリークシタバコを栽培する場所であり、導入したアカディア人ピエール・シェネーのニックネームがペリークだった。その子孫によって現在ではわずか300エーカーの畑で2世紀近くも生産が続けられ、タバコの代替者から大きな需要がある。ポーリナの郵便局。 1938年、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は258平方マイルであり、このうち陸地246平方マイル、水域は12平方マイルで、水域率は4.52%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。セントジェームズ軍ズセントジェームズ軍教育学区が、 地元の公立学校を運営しているジオロジーありがとうございます。